してる。ウォーミングアップしとくわ。何もやるよ。はい、では時間になりましたので始めていきたいと思います。あ、アベンジャースクール、最後ですね、3件目放送の担当の中澤です。よろしくお願いします。で、ずっとここ最近のテーマは、まあ、運動不足解消というところをテーマにしてるんですけども、まあ、トレーニングとか体を動かす運動と、まあ、イコール健康のっていう結びつきっていうのは、まあ、当たり前だと思うんですよね。運動すれば健康的になるみたいな。じゃあ他にどんなことがあるかなって考えてみたら、なんかこう一つでも上がったりしますか？体の効果でもいいですし、どんなことでもいいんですけど、運動することがもたらすことみたいなのは、健康以外で何かあったりしますか？よく寝れる。ああ、なるほどね。よく寝れる。なるほど。睡眠にね、質が上がるみたいなね。はい。うん。ありがとうございます。美穂さん、何かありますか？前向きになる。ああ、前向きに。どちらかというとメンタル的な部分のところですね。前向きになる。確かにそれも、体を動かすことによって、やっぱりその、ドーパミンっていうやる気物質が出てくる、やすい状態になるので、まあ、それもあります。で、私たちは、この運動トレーニングっていうのを、まあ、コミュニケーションツールの一つとして考えてまして、まあ、なぜかというと、まあ、昔、まあ、今でもいいんですけど、なんかこう部活だったりとか、クラブやってたりするときって、知らない人でも一緒になんか同じスポーツをやれば仲良くなったりとか、まあ、僕もプロでいたときに外国人の選手とか、日本語わかんないんですけど、同じスポーツをやってれば、会話、日本言葉わからなくても仲良くなったりとかっていうのはあったので、体を動かすことによって、そういったコミュニケーションの一つというのを認識を作っていきたいなっていうのがありまして、まあ、こういうふうに始めたっていうのがあります。で、まあ、これ、今日のトレーニングは、どちらスポーツっていう部分とはちょっと違うんですけど、トレーニングした後に、まあ、体の状態がこうだったとか、まあ、ご家族にそういう話をすると、まあ、話題の一つにもなりますし、ちょっとやってみなよみたいなこともできて、いろんなコミュニケーションの幅が広がるかなと思いますので、まあ、そんなことも意識しながら、今日はまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、音をミュートにしていただいて、トレーニングの方をやっていきます。今日はちょっとお腹周り中心でいきましょう。では、行きましょう。伸ばすことが出ない。手足を右足前にしていただいて、前ならえします。で、このまま上に上げていって、ぐーっと反っていきます。1、これ5回いきましょう。上げて、下ろす。前なら今の姿勢まで戻して、また上げます。3。これです。一回下ろして。ああ、いいですね。はい、あと一回行きましょう。オッケー。では、次は、右手を外にこう開いていって、胸を開きます。指先しっかり見ていきましょう。はい、1。開いて。2、前に持ってって、開く、3、4、ラスト、5、OK です。で、次、左足にします。で、同じことをやるんですけど、ちょっと修正ポイントがありますので、のりこさんは、ここまで行って、頭だけをこう取ってしまっているので、手がですね、手が耳の位置を超えるぐらいまで行ってから、体をぐるっと反らしてあげると、背骨が一気に動きますので、持てなくなります。で、山田さんは、
上げていくと、ここまで行ってるんだけど、ここから全然取れてないので、上げた後もっともう一度取るように意識してみましょう。では行きます。左にして、ぐーっと上げていって、まずここまで上げます。そうそうそう、で、ぐーっと倒していきます。ああ、いいですね。で、前に、いいですね。で、上げて、OK、に、息吐きながら自分のペースでいいですよ。はい、戻して、はい、上げます。ぐーっと上げて、耳を越えたら体を反っていきましょう。はい、ラスト行きます。はい、ぐーっと上げて、上げて、上げて。はい、OK。では、その後ろに開いていきましょう。そう、2。投げ方、左足が出てる方に、左に手を開きます。逆です。あ、そうです。こっち。OK です。こっちです。OK です。で、首を動かします。OK。指先を見て、指先を。ぐーっと見ていきます。はい、OK。では、今度は、もも裏から、また肩甲骨と背骨を回していきます。両手を後ろについて、裏を伸ばします。で、前に行って、左手をついたら、右手を上げます。そうです。で、戻して、後ろ。で、前に行ったら左手ついて、この背中、背骨を回すようなイメージで手を上に上げます。はい、戻して、後ろ、前、上げる。うん、いいですね。OK。ラストいきます。後ろ、前、開く。OK。では反対側行きましょう。左足に変えます。で、後ろに手を持ってって、ぐーっと伸ばして。で、右手をついて、左手を上げる。で、後ろに手ついて、そう、で、前に行って、右手ついて、左手を伸ばす。ああ、いいですね、とてもいいでしょう。はい、後ろ、前、3。はい、後ろ、前、4。ラスト行きましょう。後ろ、前、はい、OK。で、次はですね、ちょっと腰回り伸ばしていきます。万歳っていただいて、両手を万歳します。遠くに伸ばしていただいて、このまま膝を左右に倒します。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 OK、やりましょう。で、次は股関節ちょっと伸ばしましょう。足をつま先外に開いていただいて、膝の上に肘を乗せます。で、つま先を上げる。1、2、そう、3、みんなが行く前に目線を下げないように、4、5、6、はい、7、よいしょ、8、
はい、10、OK。では最後、ちょっと動かしてストレッチしていきましょう。両手をついて、前に進みます。1、1。で、で戻ります。1、1、1。で、結構いい、遠くに行きましょう。1、1、1。で、足を持ってて、1、1、1。OK です。では、ちょっと水を入れて、水分を補給しましょう。はい、ナイス。OK。大丈夫ですか？では、まあ、腹筋とは言ったんですけど、ちょっと背中周り、この背骨の周りをちょっと刺激入れて、姿勢を良くしてからやっていきましょう。で、ポイントは肩甲骨、この辺りですね。この自分の認識を作っていきます。背中。はい。で、まずは、状態で枝と座っちゃいます。で、両手を後ろに回します。で、体から手を離す。その時に、大体皆さんこういうふうにこうなるんですよね。腰を反る。反らないように、斜め下、こっち方向に人差し指伸ばしていただいて、こんな感じです。人差し指の方にぐーっと人差し指を伸ばしてぐーっと人差し指の方にやると、あ、いいですね。そうそうそうです、マリコさん、いいですね。山本さん、ちょっと目線上げて OK、 ナイス。それで OK、 これが基本姿勢で、これが背中を使っている状態ですね。これをできる限り今から動かしたときに意識してください。では行ってみましょう。この状態作って体をちょっと前傾します。こんな感じですね。ちょっと押し上げても OK です。どちらも構いません。この状態で。で、バンザイ。そう。で、肘を下げる。そう。これが1回。で、バンザイ。2回で、なるべく下を向かないように斜め前に向きます。はい、3、ふー、息を吐きながら足、5、はい、6、背中は7、8、9、はい、10、もう一回、1、ラスト、2、OK。いいですね、いいですね。で、次は、手をこのような形で開いて、肩よりも、肘が後ろに来るような感じです。そうです、いいですね。で、あ、そう、のりかさん、その状態、手のひら上ですね。で、体前倒して、肩甲骨と肩甲骨の間ぐらいを寄せる。1、はい、戻して、2、そう、3、目線下げて、1、5、6、7、8、9、10、1、ラスト、2、はい、OK。 背中ですね。では次ですね。背中最後です。今度は今の状態から前にしたら、まずバンザイから始めます。で、指を遠くに伸ばすように両方広げて、このまま後ろに引く。で、あとバンザイ。
で、はい、広げて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 、後ろに引いて、はい、バンザイ。はい。そう。で、バンザイは、バンザイするときは前から持っていきましょう。で、横に広げて、横に広げて、後ろに、で、前。そう。皆さん、もうちょいカウンターをしましょう。OK。OK。続けます。はい、広げて、広げて。で、後ろに持ってって、はい、前に行きましょう。はい、横に広げて。で、後ろに行ったときに肩が上がらないように気をつけて。はい、バンザイ。はいね。はい、広げて。はい、後ろ持ってって、バンザイ。はい、広げて、広げて。ラスト。はい、バンザイ。はい、OK。これでちょっと背中周りですね。肩甲骨をぐっと引くようなイメージができると OK です。最初はお二人この姿勢取った時に、どっちかというとこうやった時に、反り気味な状態が、今この背中が入ってくると、普通にされても、ここが開いて楽な姿勢が取れますので、そこのイメージ作りましょう。無理してこれを上げようとすると、お尻を反っていたくなっちゃうので、背中を常に意識して動かしたり、これでもいいです、全然。疲れた時とかは、そうすると胸開いて、呼吸も楽になりますので、ちょっと試してみてください。ではでは、ちょっと腹筋やっていきましょう。まずは、で全部で4種類やります。上と横と下腹っていう形でやっていきますので、まずは上向きに寝ていただきます。で、両膝を曲げてかかと、手を伸ばしてかかとをタッチ。2、3、4、いいですね。5、6、7、8、9、10。はい、OK。次は左手を前にします。右手は右の横に置いて、膝と肘をタッチ。戻す。はい、2。おへそのあたりタッチして、3。はい、4。はい、5。はい、6。はい、7。8。はい、10、OK。では反対いきましょう。右手をついて、左手は右の横を、ふくらはぎと膝タッチ。はい、1。はい、2。8。3。はい、4。ナイス。5。OK。6。7。8、9、ラスト。はい、OK。OK。では次、下腹部いきます。両手を肘つきで構いません。で、顎がですね、上げすぎちゃうと首痛くなるんですけど、下げると下げすぎちゃうとあんま変わらないので、まあ、普通ぐらいにしていただいて、両足を自分の方向に持っていきます。足閉じたままで伸ばす。はい、戻す。で、伸ばした時に腰を反らないように注意してください。ぐーっと反らないようにしっかり両方に付き合い続ける。はい、戻して、はい、アップ、そう、3。はい、引き付けて、
はい、しはい、頑張りましょう。はい、頑張って、ゴー。はい、6。はい、7。よいしょ。8。9。ラスト。はい、OK。各自で水とか入れていただいて構いませんので、水分補給しながらやっていきましょう。ではここから、20秒、トレーニングして、20秒、20秒、3回やるっていうのを1セットとして、これを3回やる、3分間耐久トレーニングやっていきます。でこちらは、ご自身に合わせて見てていただいても構いませんですし、全部取り組んでいただいても構いませんので、そこは無理しないようにやっていきましょう。で腹筋を今日やったんで、あれなんですけど、ちょっと腹筋また入ってきます。プラス、ちょっと下腹部と横の腹筋メインでやりますので、最後まで頑張っていきましょう。ではまずは2つ一気にいきます。1つ目は左手をついて引きにします。体をちょっとこう半分横に向けるような形で片方のお尻に体重を乗っけます。で右手は後ろについていただいて、このままぐっと持ってきます。で、この横の腹筋です。ここを使って伸ばします。まっすぐ伸ばします。前じゃなくて、まっすぐ。で、はい、曲げて、伸ばす。これを20秒やります。やったら、この逆、こっちで曲げる。反対側にお尻をついて、さっきの逆ですね。伸ばして、伸ばして、そうです、OK。で、これが終わりましたら、上向きになって、この状態でキープもしくは動かす。そうですね。これはキープでも OK です。どちらでも構いません。OK。では、山田さんやりすぎると疲れるんで、行きましょう。OK ですか？大丈夫ですか？ OK。OK です。OK。では、行きましょう。上向き、横向きになっていただいて、準備しましょう。行きますよ。3秒前から。はい、前にグッと、そう、しっかり曲げて伸ばす、反動を使わないように、よし、横の腹筋しましょう、ナイス、よし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 、はい、反対、うん、よいしょ。はい、いいです。はい、頑張って、ゴー、ゴー。ふぅ。ふぅ。はい、いいですね。はい、いいですね。ちょっと下ろして、ゴー。ゴー。キープでもいいですよ。キープでも。キープでも OK。お尻動かしても OK。ふぅ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 。よいしょ、よいしょ、でこの腹筋、くびれを作ります。横の腹筋の割れですね、ぐっと力を入れていきましょう、ゴー。はい、反対、ふう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 、
OK、ナイス、頑張っていきましょう。ゴー、ゴー、うん、はい、頑張って、みんなで行きましょう。はい、動かして、ゴー、ゴー、ウィー、いいです、うん、うん、うん、OK、はい、頑張っていきましょう。はい、行きましょう。はい、ファイト。グッドポジション、ナイス、ゴー。はい、最後まで行きましょう。はい、頑張り。よいしょ。よいしょ。ナイス。はい、今までできるよ。頑張って。よいしょ。おう。はい、ラスト。 OK、お疲れ様でした。ナイスです、2人とも素晴らしい。ではちょっと水入れて、最後、クールダウンも一緒にやっていきましょう。 OK、 ではいつも通りですね、両手を伸ばしていただいて、両手を横につきます。そしてお尻を引いて、体を膝の上に手を乗せて、ぐーっと前に倒していきましょう。呼吸が止めないようにします。ぐーっと吐きながら、はい、OK。 ではですね、今日はちょっと柔らかい方なので、右足を前に出して、左足の膝を後ろに持っていきます。で、腹筋をたくさんやったので、ここをしっかり伸ばしていきましょう。両手を右のももの上について、少し前に体をぐーっと持ってきます。ここが伸びると思います。足の付け根ですね。で、一回戻します。で、左手で左足を持ちます。こんな状態です。で、物の前を伸ばします。山田さん大丈夫ですか？はい、OK。 で、そしたら今度は先ほどの状態ですね、から膝を下げて、左手を斜め上に伸ばして、右手で手首を持って、ぐーっと上に上げていきます。斜め上に上げて、指先を見ていきましょう。そうするとお腹が伸びていきます。はい、 OK。 で、そのまま右足を折っていただいて、お尻を伸ばします。はい、いいですね。で、前に体を倒してみましょう。はい、結構です。では戻りましょう。で、足を前にして、右足を後ろにちょっと下げます。で、両手を膝の上で、体を少し前に前傾して、ここを伸ばしていきましょう。はい、一度戻して、右手で自分の足を持ちます。
そうです。で、なるべく前を向きます。まっすぐ前向いて。息を吐いて、吸って、呼吸は止めないようにしましょう。はい、結構です。では、右手を対角線伸ばして、同時に手首を持ちながらぐーっと上に伸ばしていきましょう。はい、OK。では足をペタッと折っていただいて、お尻伸ばします。左のお尻、そうです。で、前に倒して、で、このまま右手を前についた状態で、左手をこのように斜めに入れていきます。背中を伸ばします。右手を前について、左手を斜め45度伸ばして、ぐーっと。そうするとお尻と背中伸びます。力抜きますよ。はい、結構です。はい、ではこちら。音声ミュートの解除お願いします。はい、ちょっと山本さんが途中で、あ、抜けちゃった。本日もありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫でしたか、トレーニングの方は。強度的にはあのなんとかできました。素晴らしい。あの結構強度高めでやったんであれかなと思ったんですけど、前回のアベリンピックも見させていただいて全然動けたんでそのままやらせていただきました。はい、で、あの今日はちょっとこういうあの聞き取りづらい声で、申し訳なかったんですけども、明日以降もこの時間でやっていきますので、あのお時間取れればぜひ参加のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。5月6日のアベリンピックが、9時から12時やっておりますので、そちらの方もぜひぜひよろしくお願いします。多分はい、あ、そうだ、参加予定なんですけど、やばそうだ、できなくなったら途中で抜けちゃう。あ、全然大丈夫です。あの途中出場、途中退場、全然 OK なんで、はい、よろしくお願いします。では今日は以上になりますので、またお願いします。ありがとうございます。以上です。失礼します。失礼します。